なた。授業 TV。 求められている中の一つで、こう推進力であったり、結構スピードを持ったオーバーラップっていうのは求められると思うので、まあ、僕の課題としてその回数っていうのはまだまだあるんですけど、カットインしてからのシュートっていうのがもっとたくさんできれば、もっとこうバリエーションの一つにもなると思いますし、まあ、両サイドでそれができれば本当に理想のサイドになれると思うので、まあ、そこはもっともっと意識してやっていきたいと思います。あとはもうこうチームがこう攻めあぐれてる中で、やっぱりパスパスパスってなってる中で、自分ももっと仕掛けられる、変化を加えられる選手になれればいいのかなっていうふうに思います。いや、恐怖心はないですね。まあ、それこそ怪我して、いろんな怪我をして、まあ、接触ので靭帯切ったこともありますし、毎回怪我するために怖くなるのかななんて思うんですけど、まあ、僕自身結構こうゴリゴリぶつかっていくことが多いので、いくら怪我してもそういったところに対する恐怖心は何も芽生えないというか、いつになっても今も突っ込んでいくので、全然こう怖くはないです。特に中盤の選手が、まあ、俊さんもそうですし、ハヤオとかムサとかこう持った時に、サイドの僕がこう前向きでトップスピードで出ていくことができれば一番いいのかなっていうふうに、今はまあ特に健吾君とかアダがすごくスピードを持ってこう走って、大きい走りでこうチームを引っ張っていってくれているので、そういったところに自分も加わられれば一番いいのかなと思います。ただそれだけですね。チームのために、自分が走ればそこにスペースもできますし、じゃあもしかしたらカウンター食らった時に自分が頑張れば失点を防げるかもしれないし、そういったところが、まあ、どのポジションもそうかもしれないですけど、目に見えて分かりやすいので、それこそ目の前にいる敵とのこの根性論じゃないですけど、走り勝てば再度制圧できるみたいなところもあるので、そういった楽しみがあるのはサイドの醍醐味なのかなっていうふうには思います。